皆さんこんにちは、日本クラウンの水岡博と言います。本当にね、今年はコロナがやってまいりましたけどね、皆さんも生活に困ったり、お店やってる方もいろいろ大変だったと思いますけど、我々歌い手あるいはそれに携わる音楽関係の方も本当苦しんでおります。まあそう言いながらも下向いて人生生きておりませんのでね、頑張っていきたいなと思いますけど、簡単なプロフィールですけど、私は昭和58年にレコード盤が700円の頃にデビューしまして、現在に至ります。本当に生まれは空気のいい鹿児島県で生まれまして、甑島という離島があるんですけど、そこで生まれてからすぐ3歳ぐらいで兵庫県の尼崎の方に引っ越しまして、現在新大阪の近くに住んでいるんですけどもね、今一番このコロナでいろいろ苦労した分、いろんな作品が、私ギターも弾くもんでね、作品作りなんかもたくさんしてるんですね。で一応発売してる歌は、演歌が多いですけども、これからの光岡弘は、今日初めて見る方もおられると思うんですけど、やはり昭和時代のフォーク調の歌とか、あるいはバラード調の、私の顔とかね、見たら分かる通り優しそうな雰囲気で、そういった感じでバラード調の歌とかを作ってまいりたいなと思っております。ぜひとも皆さんの心に響くような、コロナを吹き飛ばすような、あるいは光岡弘さんの歌を聴くと心が癒されるっていうような感じで、作品を作りたいなと思います。それに伴って第28回目の絆ディナーショーというのがまた今年も開催します。12月20日です。本当にお時間ございましたら、これからも遊びに来てほしいなと思います。それでは最後になりましたけども、この番組っていうのは日本アーティストクラブという番組でしてね、今回私が第1回目のことで、第2回目のゲストはですね、私の、経営しているオフィス絆という事務所から、一生懸命今頑張っているトンボリエリジーという歌で頑張っている京花という歌い手がいます。次回のゲスト、皆さん楽しみにしてください。これからも健康で、音楽を、いい音楽を聴きながら頑張ってください。私もさらに頑張っていきます。よろしくお願いいたします。皆さん元気でね、現場に呼んでください。波のしぶきでこの面洗う、黒潮鋼の腕エプシ、東シナ海、西か東、夢と魚を追ってゆく。